今日はスタミナ太郎ネクストの伊勢崎店に行ってきました。まあそのねスタミナ太郎ネクストの伊勢崎店に行ってきました。スタミナ太郎自体行ったのがもう本当スタミナ太郎行ったのが本当久しぶりです。やっぱり安くて美味しいです。確か去年は行かなかったと思います。やっぱり安くて、ね、やっぱあの昼の時間帯に行くのが得だと思います。結構、肉も食べ放題ですし、アイスも結構食べ放題です。結構おすすめします。ぜひ皆さんも行ってみてください。チャンネル登録お願いします。